最初に履いた印象がすごい革が柔らかくてフィット感があるなっていう印象でした。指先の感覚まですごく伝わるっていうか、うん、そうですね、そういうところがすごいプレーに生きてると思います。一番はフィット感です、ね、一番っていうか、まあフィット感が全てだと思います。ファーストタッチでコントロールして、でその次のパスで攻撃のスイッチが入ることが多いんで、ディフェンスの、まあ、ボールタッチとは攻撃のスイッチですね、はい、ディフェンスでもそうですね、追い込まれる場面はあるんで、そういう時に、まあ、足元の技術で、まあ、打開するっていうか、そういうプレーがそうですね、僕の長所というか、そういう風に自分で感じてます。何気ないパス練習でもトラップはですね、意識してやるようにしてます。その、まあ、毎回そうやって意識することによって、まあ、試合中はそんなにそのトラップばっかに集中することはできないんで、他のことを集中してる時に、まあ、そういう練習で意識してたことが無意識でできるっていうか、練習で完璧にして、そうすれば試合でも、まあ、ある程度はできるかなと思うんで、現代サッカーというか、まあ、最近はもうディフェンスはディフェンス、攻撃は攻撃じゃダメだと思ってるんで、まあ、ディフェンスの選手も攻撃に絡めるような技術を持ってなきゃいけないと思いますし、攻撃の選手も相手を止める守備の技術っていうのが必要だと思ってるんで、言われたことをやり続けるだけじゃ楽しくないと思いますし、そういうきつい練習の中でも自分でそういう楽しみを見つけることが大事だと思います。